ってる。あ、大丈夫だ。おはようございます。おはようございます。大豆です。今日はなんかさ、ボイトレやるって言ってたのにボイトレ全然やらず全然違う企画なんですけど。そう、今日は私のファッションがすごいダサいということで。ダサいとは言ってない。ダサいとは言ってないんですけど、まあ、ただ自分に似合うものを意外と分かってないんじゃないかっていうね。なっちゃんは可愛いからなっちゃんのこの顔で成り立ってるけど、もっとこう可愛くできるんじゃないかなっていうね、おっさんの願望コーデ、はい、元アパレル店員の大豆さんに、はい、ぜひいろいろ服を見てもらいたいと思います。というわけで今日来ましたのは、はい、こちらです。エルムです。やっぱ青森県のねおしゃれスポットといえばおしゃれ。そうだね、そうですよね。本当か、本当か。イオン下田かエルムかって。イオン下田かエルムか。今日は GU ユニクロで、はい、ちょっとコーデをまずショッピングしてから買い物、はい、行ってきます。高見えする服を、ね、狙いましょう今日は、はい、高見え。え、この茶色いズボン履いたなんか牧場感でないんですか。何言ってんの。合わせるものによってそう似てないから。はい、ということで大豆さんのお家にお邪魔させていただきました。自宅です。はい、すいません。めっちゃすごくない？キッチンとか見えるからちょっと恥ずかしいんですけど。すっごい超いい。ここを私が撮影の場所にスタジオにしたいくらい。いや、なんかこんな照明で部屋の中で焚かれてなんかこっちもすごいよ。ありがとうございます。はい、で今日大豆さんのお家にで、はい、さっき買ったお洋服たちをこうトータルコーディネートしていく。しました。3パターン。そう、3パターン。ユニクロ GU 縛りで3パターン。はい。で、1つ目のテーマが、家族で過ごす休日コーデと、2つ目がちょっとおしゃれなファッションリーダーママみたいな。プチプラファッションリーダーママみたいな感じで1個作りました。はい、で、3つ目が旦那と久々のランチデート。ランチデート。うん。テーマに全体的に私はプチプラ縛りだったので、はい、高見え、ハッシュタグ低身長コーデ、ハッシュタグプチプラ、その辺を意識して参考で作りました。はい、じゃあまず自分だったらこのコーデにするなっていうのをまず大豆さんに見てもらって。あ、なっちゃんの私服でってこと。そうです、そうです、そうです。あ、持ってきたってことね。持ってきましたよ。私の好みですから。はい、私別にプロではないので、ただ好みで正直に本当に見てないからどういう格好で来るのか。多分めっちゃ叩かれる切られる。じゃあ楽しみにしてください。楽しみ。はい、お着替えしてきます。はい、これどうしたらいいんだろう。これまだ着替えてますよ。そこカットしてもいい。そこカットしてもいいよってすごいさ。あなた着替えてるのそこ思いっきり映ってるから。あ、とりあえずこれで。え、これ何の子。待ってください。はい、みんなで家族で過ごすコーディネート。めっちゃラフでいいじゃないですか。これです。アディダス言ってたやつ。これは違う。家族で過ごす休日のコーデじゃなくて中学生の修学旅行です。アディダスが一番のブランド品だった時代です。可愛くないですか。ほらほらほら、修学旅行でしょ。違うの。お母さんに買ってもらったんでしょ。あったかい。そう、これね、こんなにリアルなことあるっていうぐらいリアルな。マジリアルできた。可愛いよ。可愛い。スポーティーだし。でもちょっと29歳だったらもうちょっと大人っぽくてもいいのかな。私もパンツで作りましたので。あ、本当ですか。はい、こちらが大豆がコーディネートいたしました。はい、ちょっと立ってもらっていいですか。はい、家族と過ごす休日コーデどう。遠いっていうか、ただの小人じゃん。そんなデニムは今日カットする時間なかったので本当はカットオフしたかったんですけど、はい、とりあえずロールアップして全てユニクロで揃えました。こちらユニクロ U の新作のですね、この透け感のあるバンドカラーのこの襟がですね、この立ってるカラーですね、ちょっと春っぽさを出しました。もう今の季節はあまり冬服買ってもちょっとあれなので、メンズっぽいデザインの、はい、すごい動くね自由に、はい、メンズっぽい形のシャツなんだけど、すごい透け感あって色も女性らしいので、基本的になんか女子受けコーデじゃなくて男子が見てもいいなって思うポイントを作りたいなと思って、はい、私が選ぶ男子の好きなポイントとしてはこちらですね、はい、ちょっと下がっていただいて、はい、ボーイフレンドデニム、この彼氏のデニムを履いたかのようなこのブカッとしたデニム、結構女性ってスキニーが体のライン出るし女の子らしいかなとか男の人そういう方が好きかなって思うかもしれないけど、はい、結構男子このブカッとしたデニムも嫌じゃないです。
屋上感出るじゃないですか。でもこれ必ずなので、こういうちょっとしたブラウスっぽいシャツとか、うん、アクセサリーとか、靴は絶対これちょっとヒールのあるあのレディースライクなブーツとか、あのヒール履いてください。必ず必ずこれでスニーカー履いたりとかするとマジ牧場、はい、このアクセサリーも全部プラス3コインズで買いました。全部ね、はい、あとこのかわいい、これこういうのとかはやっぱ男子好きです。ちょっとこのゆるいポニーテール男子大好きだと思います。あ、ほんと、はい、よかった。ゆるいポニーテール男子大好きだと思います。やっぱパンツで一応動きやすいとは思うし、うん、いいですか、ジャンプしやすいもん。そこすごい、ほら足上がる。これで公園も行けるし、そう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 、ちょっとおしゃれなところお店にお腹減ったねって言ってランチ入っても恥ずかしくないし、うん、そしてこのデニムなんと500円。そう、これ500円。これあ、元で知ってます、このパンツ、白のは2000円、え、か500円、うん、買い物上手。そして500円に見せないこのモデルプライスです。本当に素敵です。じゃあということで2着目いっちゃいましょうか。早い意外と終わり際はいいよ、全然いい、全然いいよ、サクッといこう。ちょっと2着目の参観備考で私用意してなかったので。あ、わかりました、いきなりいきましょう。あ、そうなんです、今日本当は2着だけ作ろうと思ったんですけど、予算勝手に2万円って決めてたんですけど、2万円で3コーデできたので、うん、急遽作ったもう1コーデ出た。はい、はい、保育園の用事でっていう感じのね、はい、参加日の時にもちょっとスタイリストシルクいくつか入ってますけれどもやっぱプチプラですけども、かわいい、ちゃんと見えだけどあんまりこう狙ってない感じ。男子もこのオーバーサイズのパーカーフード付き、はい、着てる女子絶対かわいいってみんな思うはず。これあの前だけインして後ろだけ出してもいいので、メンズもののニットとかに合わせてもいいですし、あ、ハーフパップ、そう、ハーフアップに、髪はちょっとハーフアップで、あ、すごいかわいい、はい、ちゃんと感も出しつつ、全部さプチプラだとやっぱりある程度いい年齢になってくると、ポイントで靴とバッグだけとか、そう、靴も今回買いました。こちら、あの、ヒールを手で持ってるけど何この絵ちょっとこう、フレアになってるパンツね、足長効果、そうそう、スリットスリット履いてます。かわいい、こんなズボン初めて買った、うん、茶色いズボンも初めてだし、ブラウンのパンツね茶色いズボンじゃないですか、ね、あともう一個ポイントいいですか。あ、こういうあの、旦那の腕時計借りてつけてますよみたいな、そういう感じもちょっと男的にね、キュンってなるかなって思った。あー、はい、ありがとう。そうなんです、ちょっとやっぱどっかにちゃんと家庭の匂いがするなっていう、でもそれって実はちょっとエロだなって私は思うので、やっぱちょっとこう、人のものだからこそのエロさみたいなそれをちょっと今回はちょっと表現しました。ちょっとなんか憧れの隣の奥さんみたいな、あわよくばてんてんてんみたいなそこをちょっと狙った場所になってますので、あ、すごい、はい、じゃあ次行きましょう。次、旦那と久々の ランチデート、ランチデート、うん、自分なりのランチデートのファッションを、うん、持ってきたんですよね。そう、持ってきたからガチめのやつを、うん、そう、ガチめのやつ着られてきましたもはやそれを楽しむ企画なんじゃないかっていうなんかアディダスバリの攻撃力を見せてほしいけどまさかのさっきのやつ気回ししないよねそれはない、今違う、違う、大丈夫だよね。僕ドラえもんです、じゃじゃーん。これまあ前ってかしょっちゅう出てる、久々のランチデートだけど、まあどこにも行けるかなみたいな。でも確かに可愛いよ、ただせっかくデートなのに白と黒だけっていうのはちょっとなんか色味欲しい、うん、もうちょっと女性らしい色味欲しいかも。できました。はい、こちらが私の、はい、はい、旦那とランチデートです。ポイントはこのユニクロの、はい、メンズの V ネックのニットです。あ、これメンズなんですか。メンズの S サイズです。すごいメンズじゃないみたい。メンズの S サイズ、なんかレディースだとちょっとこのなんていうんだろうな、もっと多分体のラインフィットして出るんだけど、あのちょっとゆるめの、へえ、なっちゃんはやっぱり首元がちょっと開いてるデザインの、うんうん、可愛いかな。でネックレス、はい、ネックレスとピアスも、はい、ピアス3コインズで、どこのお店でも入っても恥ずかしくない感じの雰囲気どうしようね、すぐそういうことするこれとかもなんかこう格好の時とかに、でもこのスカートとこういう淡い色の合わせとかも大人っぽくて可愛い。あ、一気に可愛い、すごい可愛い、すごい可愛い。ちょっとインナーもちょっと本当だったら明るい色の方がいいかなって思うけど、でもなんか雰囲気としてはスカートとこのシャツも組み合わせても可愛いし、てかこのスカートマジバンド、今日買ったあの白いパーカーに合わせてもめっちゃ可愛い。アディダスは合いません。アディダス絶対合いません。アディダスはいいです、家の中で着てください。もったいない、ちょっと最近
方ばっかりだったね。かわいい。すごい。じゃあ、OK です。 OK です。サクッと終わりました。どうまとめていいか分かんないけど、いや、でも楽しかった。私は楽しかったです。個人的な趣味を全部ぶつけました。全然私は楽しかったから。じゃあ次、第2段階もよろしくお願いします。どれが好きだったの？そう、確かに変えてほしい。そう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 。あと、こういうシチュエーション見たいとか。ああ、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。はい、はい、それじゃあありがとうございます。知的なエロ、はい、知的なエロでお願いします。はい、よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、バイバーイ。見たら、見たら、そうなんだ。あ、すごい、ボンクインクローゼットだ。やめて、恥ずかしいから。かっこいい、ちゃんと、ほら、ミラーもあるよ。で、それ今、必要ないシーンだから。映ってないから、全然。すごい、顔、正面ちゃんと。ね、早く着替えてもらっていいかな。